備を整えたところです。機内は思ったよりもですね、狭いです。大変狭い、小さなヘリだなということを改めて思います。プツプツと音が切れたりするんだけれども、これはどうなんでしょうか。これ今ヘッドセットをですね、私たち今しました。ぐるっと皆さん見渡していただいて、まあこのヘッドセットをのこのインカムをですね、口の前に持ってきたら話ができる。そしてこうやって上げると、まあ、お、エンジンがかかりました。今がエンジンがかかりました。ご覧のように私の方のドアは閉まっています。ここを上げると、ここを上げてこちらにやるとこう開くんですね。大変すぐそばにドアがあって、万が一外れたら落っこってしまうなという感じで、緊張しております。こういうモニターを見ながら私はお話をします。そして、カメラマンはちょっとぐるっと回して、左側ですけれども、左側の方がこちら側、自分の方を映してください。そうです、自撮りのような。はい、カメラマンの佐原拓磨君です、よろしく。はい、で、このこちら側が丸々開いています。丸々開いていて、ここからですね、身を乗り出すようにして映すと。本当に気をつけて、撮影してください。ということで、今エンジンがかかりました。時間今5時13分です、フライトは正味3時間、最大で3時間ということですけれども、離脱できる時間を逆算して出発時間を決めました。本当は5時出発、まあ、7時には国会正門前を離脱するという予定でしたけれども、先ほど打ち合わせをいたしまして、7時国会前、集会が終わっても5分10分、上空で滞在してその模様を映せるようにというふうにお願いをいたしました。前方にお座りになっている広川隆一さん、広川さんのリクエストがありまして、ギリギリまで集会が終わり、そしてそのちょっと余韻の残っているところまで、シャッターチャンスがあるかもしれないということで、私たち7時10分くらいまで、国会前上空にとどまれるように少しスタートを遅らしました。5時、今15分になろうとしています。これからエンジン音が非常に大きくなってきました。高くなってきました。このね、背中がね、どうやってこれをお伝えしたらいいんでしょうね。背中がブルブル震えるんですよ。背中、僕らシートに密着していますけれどもね、この振動を何とも表現していいのか、くすぐったいです。こそばゆいです。ブルブル震えてます。なんか電動マッサージの椅子に座ってるかのような感じ。要するにそれだけこの小さな機体で、その機体が、エンジンのこの、振動がですね、ダイレクトに体に触るという形です。はい、パイロットの方が合図を出していただきました。スタートということです。はいはい、あちゃ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 、はい、あ、上空フライトし始めました。はい、うちのスタッフの安川くんが手を振っています。お、右に横に動いていきます。これはほんの少し数メーター上がっただけなんですけど、その位置から右の方に動いていって、これは飛ぶ経路がやっぱり決まっているんでしょうか。低い、本当に低空です。低空でそのまま移動してやってます。左右に振れます。私必ずしも乗り物に強いわけでもないので、一応酔い止めの薬は飲んだんですけれども、果たして大丈夫かなと、頑張って、これから行っていきたいと思います。はい、丸いヘリの目印のところ
その上空に差し掛かってから急角度で今上昇していっております。急角度で上昇していっております。右側はこれは川というのか海というのか水辺ですね。荒川ですか、荒川ですか。これは荒川の下流ですね。観覧車はどこの観覧車なんでしょうね。あ、葛西臨海公園、葛西臨海公園の観覧車が見えます。上空もあっという間に、結構の高さまで上がりました。右斜め前方の方に、スカイツリーが見えます。はい、今日はですね、皆さん黄砂ではないか PM2.5 ではないかというふうにおっしゃっていましたが、煙霧というんだそうです。煙に霧と書く。東京の地表の埃が強い風によって舞い上げられて、薄黄色く空が濁りました。上空風が強いです。上空風が強いです。先ほど地上では風は止まっておりましたけれども、上空は大変風が強いなというような気がいたします。私たちの正面に、オレンジ色の夕日が照り映えています。空はどんよりとした感じで、先ほど申し上げました煙霧によって濁り、この夕日が曖昧なオレンジ色に街を染め上げているといった風情です。今パイロットさん何かおっしゃっていただきました。あ、そうですか、大丈夫ですね。別に、あ、こちらへの通信ではなくて、 ありがとうございます。はい、臨海の東京の臨海部上空を通っております。高層ビルが林立している、東京の臨海部ですね。はい、埋め立て地も見えてきます。ヘリはゆっくりゆっくりとした動きで前進している。これは相当のスピードが出ているのかもしれませんが、僕らには非常にゆっくりしたスピードで前進しているように感じられます。パイロットさん、これ今どのぐらいの速度で前進しているんでしょう。150キロ。はい、ゆっくりしたように感じられるんですけど、それは錯覚なんですね。結構のスピードですね。はい、今パイロットさんに確認しましたけれども、このゆっくり前進しているように思いますが、実はこのヘリ150キロは今出しているということだそうです。前進する速度150キロは出しているそうです。ただ今向かい風ですので、強い向かい風が吹いていますので、実際には100キロくらいのスピードで前へ進んでいるのではないかということです。はい、右に旋回をしました。スカイツリーは右手の方に見えます。太陽は左手側に見えます。今日は3月10日、東日本大震災から2周年。明日3月11日、2013年3月11日で東日本大震災発災から2年になろうとしています。311、東日本大震災が発災した時、まだ春も浅く非常に寒い日々が続いていました。福島では雪も降りました。発災直後雪も降りました。吹雪の中、地震と津波と、原発の事故に見舞われたと、大変つらい、記憶が今福島の人、そして、沿岸部の宮城、茨城、岩手の方々よみがえっていることではないだろうかと思います。地震から1ヶ月、
4月に入ってからそれもだいぶ中旬以降だと思いますが桜が咲きました。私も311発災からたびたび被災地に入って取材レポートを続けてきましたが、瓦礫も片付かず人々の暮らしも通常に戻れない状態の中にもかかわらず咲き誇る桜に非常に複雑な思いを抱いたのを覚えております。高度1300フィートだそうです。はい、2500、高度2500で周回ですか。はい、はい、右の方にはですね、東京駅や、そして私たちの目の前にはですね、皇居が広がっております。丸の内のビル群、そして、すぐ右下の方ですけれども皇居前広場、大手町、そして官庁街、ビル街、オフィス街と皇居が広がっております。この高さから見下ろす東京はものすごく広く大きく、同時にまたこの皇居周辺が意外なほど小さくあります。はい、機動隊のバスがいっぱい並んでいる。はい、機動隊のバスが相当並んでいるということです。今クローズアップしています。はい、グミ坂ですね、グミ坂をのところに機動隊の車列が1,2,3,4,5,6,6 両まず見れます。左、我々の左斜め、に先にはですね国会議事堂が見えます。はい、国会議事堂が見えます。今年のもう春がやってきました。3度目の春になります。はい、業務の連絡、管制塔との連絡だろうと思いますけれども、皇居の上を私たちは今通り過ぎました。皇居の上を通り過ぎました。ゆっくりと車体、機体をですね左に傾けながら左に旋回を始めました。カメラマン、本日のカメラマンは須原拓磨カメラマンですけれども、今クローズアップしております。これは機動隊の車列がですね、大きく人々の規制をしているというところです。これは場所は国会前ですかね、国会正門前ですかね。須原君、拓磨君、カメラマン見えますか。国会正門前を今クローズアップするようにしています。国会の正門前、国会との位置関係分かるようにちょっと国会の位置を示してください。あ、これが国会ですね。はい、で人々が今いたところはどういう感じでしょうか。あ、ここです、こういう関係です。ちょ、国会の正門前です。国会の正門前です。国会の正門前で本日、日比谷公園で集会を行った人々が請願デモを行い、国会に議員に請願を行うとともに、このあとこの国会正門前で、集中的に、集会を開きます。5時から、夕方5時、つまり17時から19時まで国会前に大集会、いうことになります。
大変高い位置です。多くの人がこの車道にあふれているわけではないですから、上から見ても分かりづらいかもしれませんけれども、もうすでに数多くの人が国会前の、ポイントに集まってきております。今日日比谷公園での1時からの集会、こちらにも多数の人々が集まりました。日比谷の野外音楽堂で、集会が行われましたが、立水の余地なく詰めてくださいという指示で、たくさんの人が立ち見も出てですね、はい、たくさんの人が詰めかけて、集会が行われました。スピーチをしたのは例えば落合恵子さんであるとか、あるいはピースボートのですね、すいません、ピースボートの吉岡さんらもスピーチをされたそうです。で、本日この請願とともに、夕方まで、各コーナーごとに、つまり文科省前であるとか、あるいは東電前であるとか、Jパー前であるとか、あるいは東京電力も言いましたね、それから財務省前、あるいは国会議事堂前の宇田川エリアというところもあります。それから国会図書館前はミュージックエリア、外務省前にも抗議エリアがあります。これは19時までやっているそうです。こうしたさまざまな、ポイントで抗議行動を行う、その各担当者責任者のお話もありました。大変今日は暖かかったんですけれども、スタート時にはしかし2時前頃から突風が吹いて空が濁り、急に寒くなったそうで、参加者の中に凍えている方もいたようです。本日は、通常の金曜日の官邸前抗議行動、ここ最近の官邸前抗議行動は年配の方が目立つようになっていたんですけれども、若い人々、子供連れの若いお父さんやお母さんも随分参加していたようです。私たちのインタビューに答えて、2年経ったと、そして、風化させてはいけないと、何もしてないというわけではいけないと、これまで、考えてこなかったことも、子供ができて考えるようになった、そうおっしゃる若いお父さんもいらして、中には色紙を持ってきてですね、参加者の方にコメントを求めている人もいました。初めての公務、初めての子供ですと、いろいろ考え方が変わってきたと、東京の子供たちのことだけではなく、福島の子供たちもすごく気になる、自分に子供が生まれるようになって初めてそういうふうに思うようになったと、ポイントポイントで、今日何人か記者カメラマン出しているんですけれども、 IWGA としては、ポイントによって、見えているものは少し違うんですが、あるポイントでは非常に子連れの参加者が多かったというふうに言います。残念なことは、今週の金曜日、いつもこの首都圏反原発連合、いわゆる反原連が主催、金曜日官邸前抗議行動を主催しているわけで、今回も反原連を中心にこの 3.1 で
抗議行動と大集会というものを主催しているわけですけれども、今日の集会のために半原連はいつもの定例の金曜日の集会を抗議行動をお休みしておりました。で、そこでもしかし、誰もいなくなるというのではどうだろうというので、 FOE の方々ファミリーエリアと呼ばれる一角で、代わりに抗議行動を行う。半原連は今日はいません、お休みです。だけれども、小なりといえど参加できる人でやりましょうということでやったわけですね。今ヘリは国会を取り囲むような形でぐるっと左に鋭く発展して、旋回を続けているところです。体が斜めになっています。非常に風が吹き込んできて、寒いといえば寒いですね。そういうこと、話戻しますと、取材に当たっていたプレスというのはカメラを持っていたのはもう IWJ と NHK しかいなかったんですね。お休みだと、今日のためにお休みだと分かっていました。ところが NHK は、お休みだと分かっているにもかかわらず、デモの抗議活動はこんなに少なくなったというふうに、流したそうです。こういうものを情報操作、あからさまの情報操作というのだろうと私たちは思います。言うのであれば、本日このような大きな集会が開かれるということも一緒に伝えるべきであり、そのために通常のデモは今日は行われなかったのだというふうに伝えるべきでした。昨年のことを考えてみても、再稼働を、大井の再稼働を決める直前までこの抗議行動盛り上がっていましたけれども、ギリギリまで既存の大手メディア NHK をはじめ全てのテレビ局および大手新聞はこの官邸前抗議行動の模様を伝えようとはしませんでした。大変遺憾であると。そうした体質は何も変わっていない、情報の操作は何も変わっていないというふうに思います。上空から人々が、警官機動隊の制止を超えて、車道にあふれたのは昨年の6月22日のことでした。これは官邸前でしたけれども、再稼働決まるか否かというピークの時でした。国会正門前で人があふれ、車道に人があふれたのは7月29日のことだったと思います。どちらも私、地上で現場におりました。多くの人たちが、決して暴力的な形ではなく、喜びにあふれて、車道に出て、それぞれ、伝えるべきこと、思いの丈を口にしていたのが印象的でした。私たちは今ニューオータニの上をこう右の方にニューオータニを見ながら、また左側にぐるっと旋回していくところです。左前方の方には東京タワー、そして、六本木ヒルズ、が見えますね。緑色の建物は泉タワーですね。したがって、左の方に見える三角のビルは、これは目の前にあるこの霞ヶ関ビルですね。ぐるっとまた大きく回ろうとしています。今日の集会の参加者スピーチをした中に、経産省前のテント村の方々、
10人とも言っていいんでしょうか、方々がいらっしゃいました。テントはすでに500日を超えているそうです。もう1年半ぐらい、経産省の前、あの交差点のところで、テントを張り続け、原発の危険性を訴え続けているようです。冬が来るたびにもうテント村はおしまいになるんじゃないかと言われてきました。多くはかなりご年配の方です。テントを守っているのはご年配の方が多いです。連日連夜右翼の外出者に押しかけられ、テントの中に押し入られ、怒鳴り込まれる、襲撃されるということもありました。そういう知らせを聞くたびに IWG は現場に即駆けつけて、その模様をとにかく撮り続けました。はい、右の方にマリオン、それから富士屋見えますね。銀座のすき家橋の交差点が私の右の方、に見えます。東京駅をまた両方向からぐるっと回っております。そういうさまざまな圧力、嫌がらせ、等もありましたけれども、テントは今もなお続いています。100日を500日を超えているというふうに、テント村の方々がおっしゃると拍手が湧き上がりました。粘り強く訴え続けることの意味、あるいは価値というものが2年目を迎えて改めて、問い直されているような気がいたします。私はマイクをつけながら喋っているんですが、耳にヘッドホンのセットをしています。自分の声がよく聞こえていません。これは中継ではなくてですね、録画でお伝えするんで、地上に降りてから配信するわけですけれども、果たして私ちゃんと声が出ているのかどうか、この上空のものすごいヘリの爆音、そして、ヘッドホンセットをしているため自分では自分の声がよく聞こえないという状態で、きちんと喋れているかどうか分かりませんね。もしうまく喋れなかったらご容赦願いたいなというふうに思っております。今前方にいる広川さんが撮影してくださいました。ありがとうございます。ぐるっとヘリは旋回をしています。はい、本日のデモは、日比谷公園を昨年の11月11日でした。日比谷公園を使い、集会場として使って、そしてそこを起点にデモを行うという計画があったんですけれども、これを管理する東京都が許可しないという事態がありました。そのためこの時は任意に集まってこういう行動を行うというだけにとどまったんですけれども、これは非常に、おかしな制約ではなかったかと思います。今回はこの日比谷公園の使用許可がおりました。東京都が使用許可を出したわけです。私の右側の方に、その日比谷公園が見えますけれども、この使用許可を出さなかったというのは、やはり衆議院選のタイミングであったということが大きいのかなというふうに思います。目に見える形で誰もはっきりと、多くの人が原発の危険性を感じている、原発をやめて別のエネルギーで我々は暮らしていこうじゃないかと、そう考えている、こういう姿をですね、可視化されるのは大変困る、そういった
政治的意思が働いたのではないかと思えてなりません。今衆議院選とそして今年の夏7月に行われる参議院選の谷間です。その谷間の時期だからこうして、許可を下りてデモが行われる。しかしまた政治的に非常に勝負のかかる重要な季節になったらばまた何かと規制がかかるようなことが行われる。その繰り返しがあっていいとは思われません。国民の言論の自由、表現の自由、政治的意思を表明する自由、集会の自由、こうした自由はもっともっと尊重されなければならないはずです。情報が十二分に伝えられて、そして国民がそれぞれにその意思を表現することができて、他の国民と情報と表現された意思と共有することができて初めて政治は民主的なものになっていくのではないかと、そのように思います。私の右前方は夕焼けが、夕日が沈んで夕焼け最後の残照なんですけれども、雲が あってその雲の向こう側からですね、富士山が山を山頂のこう姿をですね覗かせております。六本木ヒルズの右側に眺めながらまたぐるっと回転していきます。今日このちょうど東京タワーのですね、東京タワーの上空です。今日一体どれだけの方々、どのような思いでこの集会に参加されていることでしょうか。2年という時間が経ちました。この間にマスコミは何度となく世論調査を行ってきました。いつも常に過半数の方々が原発はなくすべきというふうに回答しています。最新の朝日新聞の調査によれば、7割の方がなくすべきというふうに回答しています。7割の方がなくすべきと、そのように思っているのに、政治はその思いを現実のものとしようとはしていません。昨年夏、野田内閣が野田政権が、大井原発再稼働を認めたとき大きな落胆が広がりました。そして衆院選では民主党大敗を喫して自民党が政権に復帰しました。自民党は原発に関して曖昧な表現で賛否を明確にすることをせず、微妙に争点をずらし続けました。安倍政権が際立っていたのは大胆な財政出動と、量的な無制限な量的な金融緩和、これによってデフレを脱却するということ、そして日米同盟の強化、もう一つは TPP について、これは正規が認められない限り参加しないと、TPP に対して慎重であるという姿勢でした。この3点目、 TPP について参加しないといった点、ここだけが、言ってみれば安倍政権が
評価できる点ではなかったかと思うのですが、来週にも安倍政権は TPP、参加表明、交渉参加表明しようとしています。今いや国会前の、人々の姿をちょうど正面から捉えています。その上を今ちょうどヘリが巡回しております。この安倍政権は2030年代に原発ゼロとすると昨年野田政権が掲げた戦略的目標、建前であるにせよ原発をなくしていく方向性であるというこの方向性に対してこれを見直すとはっきり言明いたしました。施政方針演説でも明確にしました。日米首脳会談ではアメリカ側にその旨を伝えました。アメリカ側はかねてより原発を維持せよ、再稼働し原発を日本は維持し続けよと、内政干渉とも言うべき、要請を日本側に伝え続けてきました。その要請と言いますか、ほとんど命令に等しいアメリカ側のリクエストを自民党安倍政権はまっすぐに受け入れて、原発これ安全が確認された時点で順次再稼働していくと断言したわけです。大変残念なことですが、原発を維持するのか、これをやめて新たなエネルギー源を見つけていくのか、そうしたエネルギー政策について国家の進むべき進路について私たちは私たち国民の意思が反映されない、そういう現実を今目の当たりにしています。日本の一部の一国二喧騒だけの意思ではありません。アメリカからの強い意思、アメリカからの要請にいいだくだくと従わなければならない、そういう現実を私たちは今そういう苦い現実を突きつけられているわけです。このことを私たちはやはり直視しなければならないんであろうというように思います。風が一段冷たくなってきました。少しずつ辺りが薄暗くなり始めています。少しずつ辺りが薄暗くなり始めています。東京タワーにライトが灯りました。夕方の東京です。本日、複数のポイントで抗議行動が行われているというふうに私申し上げましたけれども、ほとんどのポイントはこの5時から17時から始まる国会前大集会に集結するため、各地とも早めに切り上げます。ミュージックエリア、国会図書館前のミュージックエリアは18時まで、 J パワー前抗議エリアは16時半まで。 J パワー前抗議エリアを主催するのは原子力規制を監視する市民の会、ミュージックエリアは若者会議、官邸前抗議エリアはこれは反原連なんですけど17時まで、5時までですね。財務省前抗議エリアは17時まで、
この17時までは平和と民主主義を目指す全国交換会が主催しています。文科省前、文部科学省前抗議エリアは脱原発国民の会、これは17時まで、東京電力前抗議エリアは4時まで原発をなくす全国連絡会です。このように早めに切り上げる集会が多い中、外務省前抗議エリアは19時まで平和と民主主義を目指す全国交換会が主催しております。そして経産省前抗議エリア、これは火炎瓶鉄と仲間たちと、名物になりました鉄さんという方、鉄さんとその仲間たちが経産省前抗議エリア20時まで、続けるそうです。国会前田集会は19時までですから、その後も続けるわけですね。はい、今だいぶビルやあるいは街灯に明かりが灯り始め、東京の上空から見える道々は光の帯、光の列となし始めているのが分かります。スカイツリーは煙ってだんだん見えづらくなってきました。日比谷公園、今日集会が行われていた日比谷公園上空を私たちは今通っています。右前に皇居が見えます。はい、ちょうどカメラは国会を正面から向かって今映しておりますね。国会の正門前、両方の歩道に人々が集まり、集会を今行っております。今それぞれの方々がスピーチをきっと行っていることだろうと思います。ちょっと話を戻しますが、この一番長く行う経産省前抗議エリア、火炎瓶鉄の仲間たちの方々は、先ほどその日比谷公園の集会で各エリアの責任者がスピーチをする際に、私たちは反原発と反 TPP を訴えますというふうにおっしゃいました。多くの場合、この官邸前、国会前で長く続けられてきた抗議行動、大井原発再稼働に反対する、原発を即時廃炉、一つのテーマに絞り込んで訴えるシングルイシューというものを標榜してきました。一つのテーマに絞り込むことで、さまざまな考え方、立場、心情、政治心情の違い、それを超えて、多くの人が集まり、大きなうねりを作り出すことができると、そういう考えのもと、シングルイシューをずっと貫いて訴え続けてこられてきたわけです。2013年のにこの段階でも万を超える人が集会に集まり、長い一日の終わりになお国会前で声を上げ続けているというのは、こうしたシングルイシューを取った、そういう手法を選択した、その賢明さにあるやもしれませんが、しかし同時に、TPP に入り、アメリカの言いなりになるまま、アメリカが日本の死活的な政策について、アメリカが一方的に判断を下し、日本の政府はそれを履行するだけというこの惨状、この日本政治の現状、ここにも目を向けない限り原発を止めることは難しいと言わざるを得ません。そのことに気づいている集会参加者たちもいるということですね。そのことは強調しておいて
いいことではないかというふうに思います。昨年の9月19日のことでした。昨年の9月19日のことでしたが、当時の民主党野田政権は2030年代までに原発をゼロにするというこの戦略目標というものを閣議決定しようとしました。しかしその閣議決定は見送られました。明らかになったのはこの戦略目標はアメリカからの圧力によって閣議決定するなと言われて取り下げざるを得なかったという事実でした。実際閣議決定していればそれは一定の拘束力を持ちますし、政権交代したとしてもそれは引き継がざるを得ません。今国会の正門前のちょうど上空のところでヘリがホバーリングして止まっています。国会正門前、街灯のライトがつき始めました。昼間の光で見ている時よりもむしろこうして街灯がついてからの方が人々の姿が分かるような気がします。長い長い列をなしているのがよく分かります。機動隊の車列によって隠れて見えませんが、道沿いにたくさんの人々が集まっているのが分かります。上空からなので人々の声が聞こえるわけでありませんので、そこは大変残念ではあるんですけれども、おそらくは声を枯らしながら脱原発を今皆さん訴えられているのではないだろうかというふうに思います。ヘリは今ぐるっと回り込んで国会議事堂のちょうど上ですね、今カメラは国会議事堂頭上を捉えています。今右側に曲がり込んでいます。サイドの方に回り込みました。明かりが灯りました。人々の姿が街灯に照らし出されて粒立っているその人々の姿が見えます。交差点のところではフラッシュの閃光がクローズアップしてますね。フラッシュが見えます。おそらくどなたかが今スピーチを続けているのでしょう。はい、この閣議決定を行っていたならば政権交代が、話を戻しますが政権交代が行われたとしても、やはり、政策の政府の決定、ですから一定の影響力は及ぼせたというふうに思われてなりませんが、そうした閣議決定はアメリカの圧力によって見送られてしまったわけです。そして安倍内閣が誕生し、明白に、再行動を行う国会所信表明演説で安倍総理そのように発言しました。国民が選んだ総理の発言であると、これが国民の意思なのであるということに私はいささかのためらいを覚えます。史上最低の投票率、反原発脱原発を唱える諸政党が糾合できなかったこと、異常なまでのメディアスクラム、国民の生活が第一という当時被
正規数参与を起こっていた政党の動向を全く伝えなかったという異常なメディアスクラムであり変更報道、その挙句に、誕生した自公政権、安倍政権のその意思が国民の現在の国民の総意であると出して生きることができるだろうか、疑問に思います。原発そのものだけが問われているのではない。原発の危険性はもちろんですが、原発だけではなく原発を抱え込んできた社会体制、社会システム、それ自体も問われ続けているんだろうと思います。震災に追われた方々、今はなお苦しい思いをされている方々がいらっしゃいます。16万人の方々が避難生活を福島ではなお続けております。そうした人たちがいながら津波の被害は重大だと、甚大であると言いながら、家を流された人の住宅ローンをこの債務を免除するといった政策一つ行われず、途方もない規模の復興予算が組まれ、そしてその復興予算が震災の復興とは全く関係のないところに使われるという不条理、昨年から私たちはその不条理を次々と目の当たりにしてきました。これもまた原発を抱え込み、これほどの被害を出しても点として恥じることなく、原因の究明も抜本的な安全対策も施すことなく再稼働を続けようとする、そうした社会体制、これと結びついているだろうと思われます。上空東京は本当に日が暮れてきました。ヘリは左に傾きながら旋回を続けていますけれども、その旋回の度ごとに日が暮れていき、このそれぞれの街路は道は光の帯となって、暮れなずむ街の中で際立って浮き上がってきています。この美しい輝きも電気があればこそ、電気の供給があればこそということは言えるかもしれません。そしてその一部は原発が担っているのだと、そのことを強調して訴えたい方もいらっしゃるかもしれません。しかし果たして本当にこの輝きやきらめき、この繁栄が、この灯火の数々が原発によって作られた電気や、そういう原発によって供給される電力によって頼らなければならないのかと言えば、それは何度でも問い直されなければならないと思います。
原発の数々がなぜ安全性を怠ってきたか。安全性を高めればコストが高まる。実はさまざまな数字上の操作によって原発のコストは過剰に低く見積もられています。原発は決して安い電力ではない。原発がリーズナブルである、コストが安い、経済性があるというのは幻想です。原発の安全性も幻想です。原発安全性について私たちは2年前福島第一原発の事故によって地震津波にどれほど脆いのか、地震国日本でこのようなものを建てていて大丈夫なのか、そうした震災リスク目の当たりにしました。他方それから1年後、昨年突如として浮上してきた領土問題、韓国の間では竹島問題、そして何よりも中国との間で尖閣諸島をめぐって日中間が大変緊張するという事態が急浮上し、今なお継続中です。メディアはこの問題をずっと取り上げ続け、今カメラが国会正門前でまたホバーリングしながら照らし出しています。先ほどの一周前の集会の時よりもずっと地上暗くなっている、街が暗くなっているのが分かります。そして街路が、人の姿を照らし出しているのが分かります。この尖閣問題、話は戻りますけれど、尖閣問題、メディアによってはですね、明日にも戦争が始まるのではないか、そして戦争すれば日本が勝てる、アメリカが出動する、米軍が動く、中国軍を破ることができる、そんなことを連日書き立てている有刊誌などもあります。しかし考えておいただきたい、私たちは日本海側にどれだけの数の原発を並べているかということ、茨城大学の名誉教授である久保田さん、お年配の方ですけれども、私に砲弾の錆びた砲弾を見せてくださったことがあります。太平洋戦争末期、大洗の海岸近くまで来た米軍の艦隊から砲撃を浴びせられた、その砲弾の自宅の匂いにも落ちたということです。久保田さんはバンダジェフスキーという学者の論文を訳したことで知られる方ですが、原発は2つのリスクがあるからダメだとはっきり言いました。戦中派の80代の方だから言えたセリフかもしれませんが、一つは震災のリスク、もう一つは戦争のリスク。戦争が金輪際起こる、未来永劫起こらないなどと考える方がおかしい。もしどこかの国と戦争ということになれば必ず標的にされる。それは、ミサイルというような兵器だけを考える必要はなく、すぐ沖合までやってきた艦隊から砲撃を食らうことだってあり得る。飛行機で爆撃されることもあり得る。地上戦で周辺施設が破壊されて全電源喪失になることもあり、建屋だけは頑丈であったらば
大丈夫だということにはならないわけです。2011年にその話を聞いたときに、頭で分かっても戦争リスクというのはまだまだ遠いように私も感じられました。多くの方々にとってそれはそうだったと思います。でも昨年の4月石原慎太郎さんが東京都の金で尖閣諸島を買うんだということを、これはアメリカのヘリテージ財団というところの講演会で打ち上げて、日中間の緊張を呼び込んで以降、日本海がものすごく騒々しくなり、この戦争リスク、原発は戦争リスクに脆いんだという言葉が本当に実感を伴って、感じられるようになりました。このような状態にありながら、海岸線に座って原発を並べながら、そこをもし隣国と戦争になるようなことがあっても、相手国は攻撃をしないかのように考えているよう、このような現実離れした態度が続いていくわけはないだろうというふうに思います。日本の安全保障を考えたときに、原発というものを裸の状態でと言ってもいい、それほど脆い状態、建屋は決して頑丈な建物ではありません。裸の状態で海岸線にさらし続けていて本当にいいのだろう、思わざるを得ません。原発をもしまだ何年かでも維持しようというならば、戦争リスクを避けるべきです。隣国との平和を模索するべきです。もしどうしても隣国との衝突が避けられないかもしれない、あるいは侵略あり得ると本気で考えるんであれば、そのような攻撃目標は攻撃されかねない致命傷になる、目標となる施設は早急に片付けなければならないでしょう。領土問題と原発、 TPP の問題と原発、日米同盟の問題と原発、つなげて考え合わせなければいけないことが僕らには山ほどあるというふうに思います。ヘリは高度を高めて、旋回しているように感じられます。本当に街がすっかり、何でしょう、イルミネーションがまばゆく輝くようになりました。こうしてみると私が語っている物騒な話、本当に遠いことのようにも感じられます。本当に美しいイルミネーションが眼下に広がります。平和であり繁栄している日本、繁栄を謳歌している東京、ちょうど今カメラはライトの灯った東京タワー、そして右手に見えるのが六本木ヒルズですけれども、それを一つのフレームの中に収めています。
を美しく反映した東京、あるいは日本、保ち続けていきたいと、誰も願うことではないでしょう。原発をやめたら繁栄が損なわれる。原発をやめたら江戸時代に逆戻りする。こうしたまことしやか、いやまことしやかとは言いませんね、大変愚かしいプロパガンダと言いますか、主張がなされたこともありました。江戸時代にはもちろん原発はありませんでしたが、私が育った、私は1959年生まれですけれども、私が育った、少年時代育った1960年代日本にも原発はほとんどありませんでした。原発が日本のあちこちに建てられるようになっていくのは70年代以降のことです。原発の供給する電力に頼ることがなくても、1960年代の高度成長期の日本は存在したわけです。原発がなくなって日本は江戸時代に戻るというのはどれほど馬鹿げた主張であるかよくわかると思います。私たちは原発をなくしてもなお、この平和と繁栄を維持し続けることが可能である。そう思います。大体のエネルギーの模索は真剣なされるべきでしょう。省エネの技術のさらなる進展も必要でしょう。それはしかし原発に今注ぎ込んでいる膨大な資源、膨大な人員、頭脳、莫大な予算、これらを削減しながらでなければ現実には難しいかもしれません。上空ヘリの中に冷たい風がずっと吹き込んで、機内を待っているような感じです。マイクを持って私喋り続けておりますけれども、握っている手がだいぶ冷たくなってきました。ヘリの爆音とヘッドホンセットのため自分の声がよく聞こえないものですから、皆さんにきちんとレポートをお届けできていないかもしれませんが、ご容赦願いたいと思います。お聞き苦しいことがあればご容赦願いたいと思います。赤坂の頭上をぐるっと旋回しています。ちょうど東京タワーの頭上ですね、芝公園の前、ちょうどヘリの真下は赤羽橋あたりだと思います。春になったとは言いながらまだまだ寒い。上空はかなり冷え込んできております。
れてまいりました。眼下に東京の夜景が広がります。右斜め向こう側にスカイツリーが白い光を点滅させています。何度目の周回になるでしょうか。ちょっと私数え忘れておりまして、回数は分からないんですけど、この皇居の隣、国会を中心とした絵を描き続けながら私たち、集会続けております。昨年の6月、それから7月、この官邸前広域行動、再稼働を阻止できるかできないか、大変緊迫していた時には、大変多くの方が集まりました。この時の紅葉というものは、ちょっと現場にいなければなかなかいいかもしれません。しかし、警察の警備は大変厳しいものになり、地下鉄から上がらせないということまで行われ、国会を専門の方向から取られております。まっすぐ四角にの光の帯に囲まれた国会が薄暗がりの中にそびえ立ち、その正門前からまっすぐに街灯に照らされた道が伸びていきます。カメラはズームし、国会正門前の交差点、人々は集会を行っている様子を捉えています。このヘリは大事なことをお伝えするのを忘れました。私たちも6月 IWJ とそれからオペレーション子どもたち OPK と共同で独自のヘリを飛ばしました。独自の空撮も行いましたが、ちょうど同じタイミングで広瀬隆さんが呼びかけ人となり、正しい報道ヘリの会という会を立ち上げて、この空撮ヘリを飛ばされました。広瀬さんの呼びかけに応じた協力者の方々、それから寒波を行う方々は大変多く、私たちも自分たちの独自ヘリとは別に、この正しい報道ヘリの会の空撮、その配信にずっと協力してきました。私たちのカメラ、私たちのレポーターがこの正しい報道ヘリの会の空撮ヘリ同乗させていただいたことたびたびあります。私自身が乗るのは今回が初めてです。私はこれまで地上でレポートを私自身がするということと、複数のチームで、中継を行うので、そのチームの指揮をずっと行って、生きていましたので、空を飛ぶことは今まで叶いませんでした。今回このような形で乗せさせていただく機会に、恵まれました。ただし報道ヘリの会
の皆さん、それにご協力されている皆さんに改めて高いところからでありますけれども、お礼申し上げたいと思います。皆さんのご協力ありがとうございます。正門の前ですね。道を隔てではなく正門のすぐその前、ここに、確かに人が集まっているようです。それから時折、カメラのライトでしょうか、フラッシュがたかれるようです。今のところ路上に人があふれかえって、歩道からはみ出して車道にあふれかえるというような兆候は見られない気がします。正門の前、ライトが何かついています。ライトが瞬いています。カメラのフラッシュかと思ったんですが、そうではないようですね。連続して発光しています。国会がぐるっと回りました。途中になってしまいましたが、昨年の夏の時点では大変な人があふれかえり、またそれを警察が抑え込んで、誰かを警察に誰かを追われている、一部地上で動きが激しくなっているようにも見えますが、モニターを見ている私、ちょっと見逃したのか今様子が分かりません。今いましたか、誰か何かありました。ちょっと様子が分かりません。正門の前、先ほどたくさん人がいましたね。急に人がいなくなりました。正門の前で何が起きたのか、それから今、大変スピードで、大変なスピードで国会から離れていく人たちの姿、オートバイなどが見えましたけれども、ちょっと分かりません。何が起きたんでしょう。そうですね、集会は続いているようです。集会は国会の正門側から見て右側、正門に向かって左側のサイドのコーナーが私たちの今ホバリングしている位置からよく見えますけれども、こちらではなお集会がから続いているようです。車の運行も止められることなく交差点、車が通り過ぎていきます。ヘリが揺れます。ヘリが角度を変えました。国会のちょうど今真上、です。大きく部長を変えようとしています。光の何でしょうね、この帯、美しい幾何学模様を描いているようです。ちょっと今ヘリの影からよく見えないのですが、
私たちは国会の正門前が見えるポジションからホバーリングを続けて撮影を続けています。昨日はですね、レポーターを山本サロンさんが務め、撮影はプラネット TV の白石さんが務められました。本日はスチールのカメラマンとしてデイジャパンの広川隆一さんが、そして、ムービーのカメラマンとして IWJ の須原拓磨君が同乗しております。レポートは IWJ の岩上康美が担当してお届けしております。須原君、IWJ のムービー担当しているカメラマンの拓磨君が使っているのこれはソニーのハンディカム、ハンディカムね。すぐ隣にいるんですけど、すぐ隣にいるカメラマンともなかなか会話が難しい。ヘリの爆音、そして両者ともヘッドホンセットをしておりまして、そのインカムを通じて会話をするような状態になっているんですね。なかなか肉声でそのまま声を出してその言葉が伝わって、耳に届くということがないものですから、なかなか隣の人とも会話もままならないような状態なんですけれども、この皆さんにお届けしている映像はソニーハンディカムなんですが、非常に小さなカメラです。ですが手ブレ補正が大変で素晴らしい。大きな黒仕様のですね、カメラ、安定感のあるカメラでなくても小型のカメラでここまでの映像がお届けすることができるわけです。時折ぶれているようでありました。非常に小さな絵で上空斜めになりながら旋回を続けながらの撮影ですので、どうぞご容赦願いたいと思います。私のは右の後ろに座っているんですけれども、右の後ろ、右側にはもう体にくっつくようにして、ドアが閉まっておりますが、左側、私は今拓磨君が私の姿を捉えています。ムービーに映っているのは私なんですけど、これがボワボワしているのがマイクです。それからこれが私のメガネ、帽子ですね。皆さんに映っている私のモニターを見ると私の姿はっきり映っていませんが、影だけは映っていますけれども、今パイロット、そして広川さんの背中を映して、これ広川隆一さんですね。そして、拓磨君が眼下の夜景をまた映しますけれども、カメラマンの側、すなわち、広川さんが左側前方前席に座って、左側後部に、カメラマンの須原拓磨君が座っているわけですけれども、その左側はですね、ドアがありません。全くドアがない状態、開け放されています。そこから風が、強い風が舞い込んできます。その風に吹き煽られながら、さらされながらの撮影です。ヘリも大きく、揺れ続けています。なんとこの照射でしょうかね、この揺れは。上下にも前後にも左右にも斜めにも揺れ続ける状態で、ゆっくりとこうホバーリングを続けていただきながら、国会正門前の上空、撮影を続けています。とっぷりとくれました。地上では今どのようなスピーチが展開されているのでしょうか。どのようなシュプレヒコールが繰り返されているのでしょうか。
先ほど日本とアメリカという国の関係を問い直すことなしに脱原発と唱えても、それはなかなかには実現しがたいだろうということを私申し上げました。つづめて言えば、脱原発ということは脱米国依存ということを抜きにしては達成しえないだろうというふうに思うわけです。かくまでに日本はアメリカの強い影響の力のもとにあります。原発の導入時からそもそもアメリカの強い意向、イニシアチブが働き、アメリカの許可のもと、アメリカの開発した技術、アメリカの提供した商品、それを受け入れてきたわけです。これは単なるエネルギー政策の一部ではなく、単なる電力供給の問題ではなく、安全保障政策が密接に絡んだ問題であるということを私たち忘れるわけにはいきません。原発を導入した当時、日本の指導層はこれが将来の核戦力の保有、核兵器の保有につながるのだということを隠そうとはしませんでした。これは日本人には強いアレルギー、核アレルギーや核に対する強い反発、強い懸念の思いがあります。広島長崎に核爆弾が投下され、ビキニ環礁の水爆実験で第5福竜丸をはじめ多くの船舶が被爆を余儀なくされ、核は敵味方の区別なく人類を滅ぼすものだという、そのような懸念が世界のどこの民族よりも私たち日本人にはあっただろうというふうに思います。そのような核アレルギーがあったからこそ、核兵器に対するアレルギーがあったからこそ、アメリカは核の反対運動が反米運動へと展開しないように、そのような計算もあって核の平和利用、軍事技術として生まれた核兵器の技術を民生用に転換し、原子力発電所を生み出し、それを日本に提供する、そのような形で日本の核、日本人の反核意識、核に対する強い拒否反応を和らげようとしてきました。またそのアメリカの意思、それを受け入れて日本に核の技術を導入し、ゆくゆくは核兵器を保有しようと、そう考える保守政治家たちの思惑もあって日本に原発は導入されてきました。私たちは長いことその事実を忘れてきてしまったと言わざるを得ません。原発の問題はあくまで電力供給上のバランスの問題なんで、そのように考えることにならされてきてしまったという気がしないでもありません。
現実には。原子力を私たちがこの社会の中に抱え込んでるというのは、安全保障上の問題があるからだということは言わざるを得ないだろうと思います、上空かなりヘリが揺れております、まあ、非常に大きくかしぎました。揺れながら撮影するのも、揺られながら話すのもなかなか難しいものです。慣れないとなかなか難しいですね。グラグラ揺れます。原発の問題だけ考えていても大変に難しいのに、私たちは同時に核兵器の問題まで考えざる。もっと大きく揺れます。揺れます揺れます。大きく揺れました。風が強くなってきたんですかね。風が強くなってきているです。まあ左側から吹き込む風がすごく冷たく強くなってます。おかげで、まあ、さっきからなんですけれどもかなり揺れてます。都心上空ホバリングを続けておりますけれども、もう前後左右に大きく揺れ続けています、はい、とっぷり揺れました。国会専門前です。まあ地上の動向はどうなっているでしょうか。かなりズームアップして今お見せしておりますけれども、ライト、白いライトでポカッと浮かび上がっているのが国会正門前の交差点角地、そこで白いライトに浮かび上がりながら、おそらくスピーチあるいはスプレーコールが続いているものと思われます。地上もかなり冷え込んできているのではないでしょうか。上空360度見渡すと本当に光の街並みが果てしなく広がっている感じがします。東京は大きいですね。非常に広いのだと、街の連なりがどこまでも続いているのだということはよくわかります。ホバーリングしているポイントから今ヘリが動きました。旋回を続けていますけれども、やはり先ほどよりもずっと大きく揺れる気がいたします。
東京タワーが明かりを消したらですね、見えなくなりました。東京タワーの明かりが消えています。なぜだろう。三河に銀座、目の前は日比谷ですね。このほぼ日比谷の下ですね。下、真下が日比谷ですね。日比谷の上を今通過しています。揺れます。かなり風が強いです。このぐらいの風とかはあることなんですか。危なくないですか。大丈夫ですか。大丈夫ですか。パイロットの方、こんなに風があることはまあまあいつもあることではないと、まあ、今日はとイレギュラーにあることだということなんですけれども、まあでも大丈夫だとおっしゃってます。その言葉は信じないとね。かなり、強い風に煽られています。食べられ、続けている感じがします。はい、もう目の前に黒々と広がるのは皇居の森です。皇居、日が差している時には緑の森でしたが、まあ、こういう時間帯だと本当に真っ黒な森になります。はい、国会の正面、国会の正面です。人々の姿が粒に見えます。粒だって見えます。やはり国会に向かって左側のポイント、ここはメインステージなんでしょう。こちらにライトがともり人々が集まっている様子が分かります。国会正門から右側の方に回り込む形で今私たちのヘリは風に煽られながらなんとか平行を保ちつつオーバーリングを続けております。マイクを持つ手がだいぶかじかんできました。カメラマン、スチールの広川さん、そして MV の沢田拓磨君、手がきっとかじかんでることだろうと思います。はい、もう一度ぐるっと国会のちょうど上空の方に参りました。この集会も官邸の前と、
国会の前を中心に行われていて、国権の最高機関である立法府の、こう揺れますね、かなり揺れます、グラングラン揺れてますが、この国会の前で集会が続いておりますが、この2年間、国権の最高機関でありながら国会はずっと軽視され続けてきた、そういう有様を私たちは見続けてきました。昨年、超党派衆参全員一致で可決された子ども被災者支援法、これは被災者の方がもし万が一病気になっても、それが放射能と関係あるかないか、国家に責任があるのかないのか、ないということは国家の側が立証しなくてはいけない、つまり前提として国家の責任を問う、国家に責任を取らせる、政府の責任を取らせる、そういう立て付けの法律となっているわけです。こういう法律が国会で可決したというのは、憲政史上例のない画期的なことであったにもかかわらず、この法律を実効性のあるものにするために予算がつけられなければならないのですけれども、なんと偶然の予算、そして先日の補正予算、この法律に対して予算をつけようとしておりません。国会議員が全会一致で通した、可決した法律に対して官僚が予算をつけようとしない、官僚の権力の凄まじさ、国会の権威を無視、国民の声を聞かず国会を空洞化させる、国会の権威を地に落とす、そんな事態が今はなおこの国では続いているわけです。風を下げてみるとそういうわけなんです。はい、ヘリが高度を上げて、上空を飛んでおります。建設中のビルのすぐ上を飛んでます。軽視というテーマも私たちは見逃すわけにいかないと思います。ああ、揺れ
れますね、かなり。そう、揺れます、揺れますね。下げると揺れるんですか。あ、ビル風。あ、高度を下げると相当揺れます。ビル風が、ビル風がヘリに当たってふらつくんだそうです。ある程度の高さに上がらないと安定してオーバーリングすることも飛行することもできないです。かなり、風が強いせいもあり、またビル風に煽られるせいもあって、落ち着いて、いることが難しいような状態が先ほどから続いています。揺れています、ヘリが。ちょうど国会正門前ですね。国会の正門前からずっと続く街路、大通りがあるわけですけれども、その左側の国会正門向かって左側の道、その中途に、もう一つポイントができているようです。そこでも光が暖き、人が集まっているようです。おそらくそこもスピーチあるいはスプレヒコールのポイントなんでしょう。うわ、大きく揺れる。非常にヘリが揺れています。風が強いですね。私、話をするために、備忘録的なメモを持ってきたんですけれども、現実にはこのヘリの中でそのメモを広げながらお話をするというのはほとんどできません。一つには実際にもうヘリが半分開いていまして、風がずっと強く吹き込んでいるので紙が吹き飛ばされて、しまわないか、ちょっとそれが心配なんですね。この航空から何か小さなものでも落下物を落とすということは大変なことになってしまいますから、どのようなものも物を落とせない、大変慎重になります。またこのヘリの機内というのは真っ暗なんですね。うわー、すごい、ヘリが左側に傾いています。かなり急な角度で旋回をしました。強いですね。はい、僕は大丈夫です。よろしいですか、井上さん。はい、じゃあ、よろしくお願いします。はい、今パイロットの方からお話がありました。私は19時10分まで、この上空にいたいというふうに申し上げたんですけれども、風が強いです。上空ちょっと怖いくらいな風です。今最後の撮影をしております。おそらく地上では19時ということで、そろそろ周回は終わりになるところだろうと思いますけれども、その模様を、目撃して見届けて、私たち、ここの地点を離れ、それから着陸地点である、これは場所はどこって言えばいいですか。はい、茨城県の下妻市に向かいます。私たちが飛び立ったのは新木場なんですけれども、東京都の新木場なんですけれども、この着陸地点は新木場の方ではなくて、そちらが多分空いていないということなのでしょう。茨城県の下妻の方まで行かなくてはなりません。私たちは今国会、議事堂の正門前から離れまして、
都心上空を少し、揺れながら下妻方向に向かって、動き出し始めました。これはホバーリングしている時だけじゃなくて移動中もかなり揺れますね。ホバーリングしている時以上に、揺れるかもしれませんねと、パイロットの方落ち着いてお話し願ってますけれども、かなり揺れております。 かなり揺れております。右手の方に、銀色に光る、スカイツリーが見えます。はい、右の後ろの方はすきや橋、下はこれは有楽町あたりでしょうか。だいぶ高度が高くなりました。一つ一つのビルがだんだん判別しがたい、かなり高い高さになっているようにいたします。今高度はこれで600m だ。え？はい。5度 C。ああそうです。ありがとうございます。今高度は600m ということです。上空の気温、今パイロットの方が確かめてくださいましたが、5度 C ということです。体感温度はもっと冷える気がしますね。多分これ風のせいですね。はい。風が必ずずっと吹きさらされ続けている状態ですので、体感温度もちょっと寒い感じがします。まあ、なんかこの屋内にいるというよりは半分裸で走っているような感じですね。ちなみに先ほどの国会議事堂前、一番低空でどのぐらいの高さだったんでしょうか。なるほど、国会議事堂前、一番低空で飛んだ時で高度300m くらいの高さだったそうです。揺れております。揺れますね。風のせいですね。これは下は隅田川ですかね。あ、隅田川ですね。はい、隅田川があり、正面に見えるのが荒川ですか。今私たちの右下、隅田川を渡り、そして前方に見えるのが荒川ですね。荒川をこれから越えると、北千住のあたり越えようということです。下妻までどのくらいのフライトなんですか。はいはい、大丈夫です。下妻ってすごく遠い気がするんですけど、30分、40分で着いちゃうんですか。20分、すごい速さですね。でこれ今どのぐらいの時速で前方を進んでるんでしょう。100キロぐらいの速度で今前方を進んでおります。
下妻って聞くとちょっとね、下妻物語って映画ありましたけど、何か大根畑しかないようなそんな感じがしますが、でも30分ほどで、まあ到着するであろうというふうなことです。右が首都高速、首都高速の車列が光の帯になって、眼下にずっと続いています。まばゆい光の海ですね。本当に光の海だなという気がいたします。そうですか。多分今この広川さんの話はすぐに入ってないと思うんです。私はお伝えしますけれども、まあ、暗くなってからはスローシャッターで切らなきゃいけないんで、撮るのが大変だったということです。手はかじかんでますか？大丈夫ですか？手は大丈夫だとおっしゃってますけれども、まあ、スローシャッターで撮ったこの写真がきちんと撮れているかどうか、まだ上空ですので、画像の確認ができていないのでちょっと心配だということです。地上についてから確認をするそうですが、うまく撮れているかどうかちょっと心配だなというふうにおっしゃっております。今ライトをつけながら、ちょっと広川さんの後ろ姿ありがとうございます。振り返っていただきました。広川さんの後ろの姿と、世界カメラマンの姿、まぶしいですね。ありがとうございます。たくま君が今ライトをつけて私の顔を撮っています。上空は本当冷えます。加えて揺れます。乗り物酔いの薬を一応飲んできたんです。絶対に酔い止めの薬を飲まないと酔いますよと言われたんで、しかし何と言うんでしょうかね、酔ってる暇がないですね。なんというか本当に、ヒヤヒヤします。なんでしょう、この大変不安定ですね。ずっとこうポジションを維持しながら喋り続けるの結構難しいなというふうに思ってます。はい、たくま君ありがとう。はい、たくま君も手がかじかみましたか？大丈夫でしたか？手がかじかんでるとカメラマンの佐原たくま君は言っています。私たち荒川を越えて、今これ上空どのぐらい、どの辺の上空を飛んでるんでしょうか？なるほど、右側に 見える車列がこれ常磐道なんですね。そして三郷のジャンクションがもうすぐだと。常磐道ね、常磐道ずっと、まあ、浜通りの方まで続いていくわけです。最終的には気温がなぜか9度まで上がったということですけど、風はすごい強いですね。猛烈な風が吹き込んできます。常磐道ずっと光の帯が続いています。これをたどっていくと福島第一原発の立地のある浜通り、そしてそれから先、仙台の方まで下がってるわけです。ずっとその間途絶えておりましたが、常磐道の方が急に向かって開通するということです。今渡った川は何川ですか？中川ね。なるほど、中川、右側は江戸川、右に沿ってるのが江戸川っていうことですね。はい、江戸川沿いを私たちは通り通って、
三里のジャンクションの、あ、これジャンクション、これがそうですね、ジャンクションがありますね。三里のジャンクション上空を撮っています。こうやって頭上から三里のジャンクションを見る、こんな間近に見るっていうことは多分これが最初最後でしょう。私、複雑ですね。実はこんなにも複雑な立体交差になっているということはよく分かりませんでした。首都圏の大動脈、首都圏とそれから、茨城、福島、宮城までつないでいく大動脈です。今回の地震、そして今回の地震、そして大津波によって常磐道が通るこの太平洋岸沿いの町、村落、港で人々の暮らしが大きく傷つきました。過去、明治にも昭和の初期にも三陸は大津波に覆われたことが過去ありましたが、三陸海岸だけでなくその南部の太平洋岸もこれほどまでの津波に現れると、多くの人たちがショックを受けました。あれから2年が経とうとしております。お亡くなりになられた方々、ご遺族の方々には心から改めましてご冥福をお祈りしたいと思います。自然の思いに私たちはどう立ち向かっていったらいいのか、単純なスーパーテーブル、防波堤、コンクリートの防波堤を構築するということだけで本当にいいのだろうか。疑問がただ残ります。地震にも津波にも強い街づくり、言うはたやすいのですけれども現実化するのは大変に難しい。明治、昭和の三陸を襲った大津波の際もその度ごとに集落は海岸沿いではなく近くの高台に上がることという指導が行政によってなされました。しかし直後は多くの人たちが高台に家を移すんですけど、あるいは職場を移すんですけれども、結局は海岸部に戻っていってしまう。港のそば、海のそばというのはやはり便利なんですね。なんといっても漁をするにも便利だし、交易をするにも便利だし、商業を営むのにも便利である。一軒でも人を出し抜くように高台から海辺へ降りていけばみんなその後続いていってしまう。そして悲劇は繰り返してしまう。これは民族学者の柳田邦夫やあるいはそのお弟子さんたちも当時のこと、当時の模様をですね、記録しているわけです。どんなに堤防を高く持ったとしてもそれを超えてしまう大きな津波が来ることがある。私たちの営みを嘲笑うかのようにそのコンクリートの堤防を破り人の住む集落を襲い、田畑の町も飲み込み、そして引き潮で海へ連れ去っていってしまう。